や、何しろね、心を込めて削ってやるから、にじまない。すごいわ、表札の層がいいかも。この時期どんな感じですか？この時期はやっぱりどんな感じですか？今テンション的にやっぱいよいよ始まるなみたいな感じはあるんじゃない、やっぱり。でやっぱ剪定式も独特の雰囲気があるからね、ピリピリした、今ちょっとこう穏やかな感じはするけど、やっぱ途端に変わるような感じはあるよね、ピリピリ感。今年もよろしくお願いします。ご奉仕させていただきます。お願いします。いいかな、もうちょっと上やな。
皆様、携帯電話音が鳴らないようにご配慮の方をお願いいたします。それからコロナでございます。報道の方も皆さんマスクしていただいて、死後は厳禁ということにさせていただきます。ただいまより直江人選定式を再行いたします。ただいまより直江人の選定を日時によって執り行います。1番くじを引かれた方が今年の直江さん、2番くじを引かれた方がその控えに決定いたします。どうぞ。1番くじを引かれた方、2番くじの方、はい、それでは1番くじ、2番くじを引かれた方は住所、氏名、職業、生年月日をそれぞれお伝えして、一番です。稲沢市、山田さんでございます。自営業で昭和43年11月23日です。はい、住みやす大河原太郎です。自営業です。生年月日は昭和50年1月19日です。
この差し定め符は、直井人の証です。家に持ち帰り、神棚または正常なところに安置し、旧正月、十日、夕刻、参道に入るときに神社に持参してください。それでは愛薬師をこちらに。これの正月2日、締め柱が立ちまして、ただいま剪定式が終わりました。今年は非常に変則的なお祭りがあり、裸もないということで、決勝会の皆さん方にはご心労、この上ないことだと思います。その中で、気概を持って、責任感を持って応募してくれた。4名の方に宮司としてこんなにありがたく嬉しいことはございません。ただいまは山田紀恵さんが直人に選ばれたわけでございますが、大野会長はじめ全員が直人であるような気持ちで、このコロナのに打ち勝つように精一杯努めてまいりたいと思います。1200年を続いたお祭りは今年も厳かにやり応せなければならないことでありますので、皆様方のご尽力をお願いいたすところであります。よろしくお願いいたします。ご苦労様でした。以上で直井人選定式を終了いたします。引き続き直井人断髪式を執り行います。準備が整いますまでしばらくお待ちください。
以上で直委任断髪式を終了いたします。平常心ですので、まあ、9時に当たって、まあ、2回目務めさせていただくなという、まあ、そういう思いだけですね、はい。まあ、いつもと変わらず、神宮さんにご奉仕をさせていただくという気持ち、まあ、1回目であろうが、2回目であろうが一緒だと思いますけどね。はい。1回目引いたとき、手が震えてなんとかっていうインタビュー残ってましたけど、今回どうですか？やっぱりね、緊張は大なり小なりしますね。多分後で見返してもらえばいいんですけど、震えてなかったと思いますけど、結構ね、でもやっぱり緊張はしましたね。はい。さあ、行きましょう。はい。はい、あそこ前誰かな。